スリル感ある詐欺の工房と濃厚な人間ドラマ、黒詐欺で見せた黒崎平の仕様の輝き。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。オレオレ詐欺、振り込め詐欺などの特殊詐欺の被害が今日のニュースとして日々報じられている。 昔から詐欺はあったが、時代の変化に伴い使用されるツールは変化し、その手口も巧妙化しており、昨今では富裕層でなくても被害者となり、売る身近な脅威となっている。そういった今の日本でリアルに発生している詐欺をテーマにしたドラマ、黒詐欺 TBSK が2022年秋クールで放送された。 主人公の詐欺師を騙す詐欺師イコール黒詐欺、黒崎隆史郎を演じたのは人気グループキングプリンスへの平野仕様孤独なダークヒーローを演じて新境地を見せ大きな注目を集めた。視覚濃厚な人間ドラマながら痛快さも極上のエンターテインメント作品に、ドラマのオープニングナレーションで毎回流れるお馴染みのセリフがある。 世の中には三種類の詐欺師がいる。人を騙し、金銭を奪う白詐欺。色恋を餌にする赤詐欺。そしてこの世で一話だけ、白詐欺と赤詐欺だけを餌としくらう最強の詐欺師がいる。詐欺師を騙す詐欺師、その名は、黒詐欺、物語の主人公黒崎隆史郎、平野志洋は、詐欺被害に遭った父が起こした事件をきっかけに家族を失った過去を持つ。 そのため心底、詐欺師を憎んでいるのだが、復讐のために詐欺師の身を騙す詐欺師、黒詐欺となり、白詐欺奥いいのにしながら宿敵を探し出し報復することが生きる目的となっている。原作は黒丸夏原武による漫画、黒詐欺シリーズで、単行本は累計発行部数850万部を超える超人気作品だ。 連載中の2006年には同枠で山下智久主演によりドラマ化され、08年には映画化もされた。漫画は13年に全42巻で完結したが、連載中であったため前ドラマシリーズでは、黒崎と宿敵との対決は描かれていない。しかし今作は中盤で宿敵との対決が描かれ、さらに新展開がスタート。 背後で暗躍する巨大な敵との対決というクライマックスが描かれる二段構えの展開になっている。そのため、後半に向かうにつれ緊張感は増し、カタルシスを感じることができる。それにしても、ドラマで取り上げられる詐欺の種類の多さ、そしてその手口の巧妙さにはあぜんとさせられる。カード詐欺、知的財産詐欺、マンション投資詐欺。 普通に生活するだけで誰もが簡単に被害者にも加害者にもなり得ることが物語を通して伝わってくる。おそらく真っ当に描けば、かなり重苦しい人間ドラマになりがちなところだが、リアルとフィクションをうまく融合させた絶妙なさじ加減により、主人公が詐欺のテレンレを欺くという痛快さも感じられる、極上のエンターテインメント作品に仕上がっていた。 脇を固めるキャストには、ヒロインのケンジを目指す大学生吉川津ららを演じる黒島ケツナ、敵対する警官役の聖子京海、白鷺役の山本浩二、大物詐欺師三木本役の坂東伊や十郎、そして津ららの父役の船越英一郎。と、豪華な実力派俳優陣が集結した。 中でも、三浦智和が演じた詐欺師会のフィクサーで、表の顔は甘みどころ、かつらの天使かつらぎとおと黒崎が対峙するシーンは、物語に深みを持たせていたと言えるだろう。物語は、吉川つららの父であるたつき船越、が詐欺被害に遭うところから動き始める。黒崎が詐欺師と知り、反発するつららだが、その家族とは、 たつきを騙した詐欺師を黒崎が潰したことから徐々に親しくなり、家に上がり込んで食事をする関係になっていく。吉川家では、ちょっとずうずうしいくらいの人懐っこさを見せる黒崎。しかし、詐欺の師匠的存在であるカツの前では、別人のようなくらい表情を見せる。 親父黒と親しげに呼び合い、詐欺師に必要な情報や方法をカツラギから買い、儲けの一部を情報量として収める、そんな中であるにもかかわらず、だ。腹の内を探るようなやり取りや目つきから、二人の複雑な関係性が浮かび上がる。カツラギに見せる硬い表情とは対照的な、吉川家での柔らかな表情。 ドラマには、こういったコントラストがたびたび見受けられ、物語の緩急をつける良いアクセントになっていた。四角平野仕様の白身の演技、チャーミングな黒崎像。ドラマでは、白詐欺を騙すために、投資コンサルタント、人材派遣会社社員、フリー記者、海外ファンドマネージャーと、多様な職業になりすます黒崎の変装ぶりも見どころの一つとして、 放送時から話題を集めていた。服装はもちろん髪型から小物にたるまでその役になりきる様子はどれもチャーミング。おそらく黒崎演じる部屋も楽しんでいたのではないかと推察される。また黒崎が飼っている猫も効果的に使われていた。黒と呼ばれるこの猫。いつも無機質な部屋に一人ぼっち。その姿は孤独な黒崎そのものだった。 生活感が感じられない部屋が人を寄せ付けない彼の心を表すのだとすれば黒崎がこの上なく優しい眼差しを注ぐ黒は繊細で岩で柔らかな本来の彼自身を表しているのだろう。ある時、長期で家を開けることになった黒崎はつららに黒を預ける。 自分の分身のような猫を託すのは、相手に心を開いた現れであり、もっと言えば、忘れかけていた親しい人への、拙い愛情の表現にも受け取れ、妙にぐっと苦しんばった。全体的には、シリアスな表情が多かった黒崎だが、時折一人の青年らしい素顔を見せるシーンに胸をつかれた視聴者も多かったのではないだろうか。 黒崎が黒詐欺となり、現代の世に救く悪を食い潰していく物語。それでも悪はなくならないという不条理さは残るものの、ラストの黒崎の微笑む姿に胸を撫で下ろしたのは、実力派俳優たちを相手に全力で臨んだ平野演じる彼に、すっかり感情移入してしまったからに他ならない。 過去の呪縛から解き放たれたかのようなその笑顔は、ドラマ、黒詐欺のエンディングにふさわしいものだったように感じられた。なお、本ドラマの主題歌は、キングプリンスへのアップテンポなダンスナンバー、月読み。発売週にオリコン週間シングルランキング初登場1位となり、その後再び1位に返り咲いて、2022年度唯一の、そして自身初のミリオンセラーとなった。 夜の闇に沈む孤独な主人公の心を照らす歌詞が黒サギの世界を盛り上げた。